今ない〇〇を妄想する、これは妄想じゃないかもしれないですね。そうですね。M8 小隊、はい、二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。 T 隊長でございます。一瞬自分の名前があの隊長に、うん、もう僕が日々、うん、エニアグラムのことを話をしては、はいはい、そうじゃない、ああじゃないとご指導を受けるものですから、はいはいはい、一度このエニアグラムの理解が正しいかどうかを聞いてもらいたくて、うんうん、っていうのと、もしかね、僕みたいに、うん、あるその一定のものにとらわれて、うん、もしか動けない人がいるのであれば、うん、エニアグラムを知ることで、うん、その一助になるのではと思いまして、うん、今回はエニアグラムの紹介でございます、はい、ストレートエニアグラムちょっとあっちゃんっぽくストレートにちょっとストリームするとちょっとパクリだパクリって言われるのであのストレートエニアグラム、うん、本当は話をしだすとねずっと尽きないですよね。尽きないものなんですけども、うん、まあ端的に分かりやすく紹介すると、うん、こんな感じかなっていうのが体調に合ってるかどうかを聞きたくて、うんうん、はい、はい、でまずエニアグラムというのは、うん、2000年ぐらい前に古代ギリシャで、うん、体系作られたもの、うん、でそれがまあ1900年代にアメリカの大学で心理学として活用され、うん、現在ではもう IBM、トヨタ、ソニーなど、うん、数々の大企業がそれを人材育成に取り入れていますよというものでございます。で、まあよく言われるのは、人の気質を知ることで、うん、その人のまあ行動パターンみたいなのが分かることができ、うん、それを行動パターンを自らの行動パターンを知ることで、うん、それを手放すことができるのが目的、うん、その行動パターンを知って、うん、あ、だからしょうがないんだじゃなくて、うん、あ、僕ってこういう行動を取ってるねっていうことを知ることでそれを手放す、そからそう抜けていく、自分を超えていく、超えていく、難しいそれが難しいんですけども、うん、でもまあ方向性が分かるみたいなところなんですよね。あ、自分が進むべき、知るだけでそれを超えられるかというと、まあ、超えられないんですかって、まあ、人間ですよね、それが。そう、はい、不完全な人間、こんなところにとらわれてるんだっていうのが分かると、そこに意識してなんとか超えていこうとするっていうことで、まあ、自分自身を超えていくみたいな、はい、うん、というものがエニアグラムです。はい、でまずエニアグラムを知る上で、多分そのいろんなホームページとかサイトを見ると、なんかエニアグラム診断みたいなのがあるんですけども、なんか自分の中ではまあそれもそれでやってみればいいと思うんですけども、よく言われるのが、まあそれでサイトとかでやって出た答えっていうのは当たらないってよく言われるんですけども、まあ自分の中でよく頼りにするのは、まずこの問題が生じた時の態度、うん、ハーモニクスって言うんですけども、うん、まずこれが3タイプあります、うん、でまずその楽観的タイプっていうのは、物事を明るい面を見てポジティブに捉える、だこれ多分問題が起きた時にどう行動するか、はい、なので、あ、普段の行動じゃなくて、そうそうそう、まあ、普段の行動もまあポジティブだったりはするんですけど、はい、なんかこう結構大変なことが起きた時にどのように行動するかみたいな。で、楽観タイプの人はなんか結構問題が起きても大丈夫大丈夫、頑張ればなんとかいくみたいなことをまあ思ってるし、まあそうやって、まあ、頑張ればなんとかなるから頑張ろうよみたいな感じで行動する。多分私も、うん、何て言うんだろう、楽観的だと思ってたんです、うんうん、僕は楽観的に考える、楽観的に考える、うん、と思ってたんですけども、うん、心底それをやってる人なんです。心底だから楽観的にしようと思ってやってない、楽観的とも思ってない、楽観的、まあ考えれば楽観的だな、ポジティブだなって思ったりはするけど、はい、なんか一般的にこうポジティブとかっていうといい意味じゃないですか。いい意味ですね、はい、だからここで見るといい意味に見えます。ポジティブにしようみたいなことだけど、はい、しようとしてやってない。だから本当はもっと真剣に取り組まなきゃいけないことだけど大丈夫だからっていう裏表なんですよね。裏表、いい悪いっていうで、まあ、そこはこう気質
自分の性質として持ってるから、はい、意識してポジティブにとかではなくて、もう自然と意識しないとポジティブになっちゃうぐらいの。僕は意識してポジティブ、意識してポジティブと思ったんですけど、多分違うっていうことですね。そう。そういう感じなんですよね。はい、で、合理的タイプ、うん。合理的タイプっていうのは、もう個人的感情よりも問題が生じたときに、いかに効率的に、合理的に解決するかっていう行動を起こす人。起こす人。なので、本当にこう組織の中で、なんか問題が生じたときに、あ、この問題を解決するには、あの人をクビにしたらいいよねって。何人かいらない。あなたとあなたとあなたいらないから。これからでも、こうしないと会社、まあ、利益が赤字になっちゃうからみたいなことを平気でできる人。合理的。合理的。まあ、いい面もあれば悪い面もある。そうそう。で、反応的タイプ。問題が起きたときに、感情が湧き上がって、うん、まあ、聞くっていう反応もあるんですけども、うん、態度に表して、まあ、人に分かってもらおうとするっていうことですかね。そうですね。その問題を問題として捉えたい。はい。で、うん、そう、そういう、なので、こんな問題が起こってるんだよっていうのを、こう、外部に発散する人もいれば、はい、そうですね。そう。聞いて聞いてってやる人もいれば。聞いて聞いて言えば、こう、シュンとこう。もう、いかにも落ち込んでる、どうしたのって。っていう人もいるっていう。はいはい、なので、問題を問題として扱ってもらいたい。みんなに共有したいみたいな。これは、私でございます、うん。はい。私は楽観的タイプって思えば、うまくいくってよく人生の、うん、自己啓発の本とかであるじゃないですか。うん、っていうので思ってたんですけども。だから、そうなんですね。楽観的なのを意識すればいいんですよ。はい。なるほど。そう。でもやっぱり僕は、何か問題が起きると、うん、どうしようってどうしようってなってしまう。こんな問題が起きてるのにどうしようみたいなカットでこう騒ぎ立てる。はい。まあみんなに問題だって分かってもらいたい。だみんなであれば解決しますからと思ってますよね。って思ってますよね。はい、だけど、楽観の人は大丈夫だって。っていう、この3体。だから問題を過小評価するんですよね。過小評価して大丈夫だって言ってるんですよ。で、こっちは問題を過大評価してるんですよ。だから小さな問題を大きくしちゃうみたいな。ああ、もう、すごい、ピンときます。はい。なので、まあ、こっちのタイプの人は、もっと楽観、大丈夫だって思ってた方がいいですよっていう。うん、で、いうこの3タイプが、問題が生じた時の態度、ハーモニックスというのがあります。はい。で、行動のスタイル。うん、これは、邦内、カレン・邦内さん。カレン・邦内さん。っていう心理学者が、あと体系づけたものなんですけども、自己主張タイプ、自己主張タイプっていうのは積極的直接的に、まあ、主張欲求し欲しいものを必ずゲットするみたいな、よく相手を動かそうとするみたいな、よくあのみんながいるときに聞いて聞いてってやる人とか、そうそう、ちょっと積極的な行動を取れる人、うんうん、いつもなんか話の中心になってるとか、そうなんか上で威張ってるみたいな。僕は羨ましい感じのところだ、うん、で、融和タイプっていうのは、うん、まあ、周囲に気を使って沈んでいれば自分が出るし、そうそう、盛り上がっていれば引くし、空気を読むタイプ、そう、融和を図る、盛り上げようとしたりとか、なんか隅っこでつまらなそうにしてる人がいたら、どうしたの、こっち来なよ、こっち来なよとか、なんか話し合いで何言ったりとかっていう、はい、まあ、周りに気を配るタイプ。なるほど。が、融和タイプ。で、C の有利タイプ。有利タイプっていうのは、ちょっと身を引いたところで観察してる感じなんですかね。まあ、ちょっと俯瞰してるみたいな。はい、俯瞰してこういろんなことを考えてる。別にそれはつまらないわけじゃない。つまらないわけじゃない。むしろこう、まあ、よくこう、飲み会で例えるんですけど、はい、飲み会に行くと、こう目立つ人がわーってこう盛り上げてたりするじゃないですか。はいはい。で、こう気を使う人が、こう、誰、あ、ご飯ないんじゃないのとか、あ、飲み物切れてるねとか気を使ってるじゃないですか。はい、で、おとなしくこう座って飲んでる人いるじゃないですか。います。で、そういった時に、こう、自己主張タイプの人とかは、もうちょっと来いよ、こっちに、みたいな。もうそれが楽しく、そうそう、楽しいなら、参加しないとダメでしょと思ってる。まあ、ダメでしょって思ってるのはどっちかというと。俺か。そう。
俺が。そんな隅っこにいたらつまらないでしょって。もっと楽しもうよ、こっちに来て。って。いうのが、こっちですよね。自己主張。自己主張。だから、つまらないと思ってるんですね。ここで、隅っこにいること自体が、あんたつまらないでしょって感じ。でも、本当は別に、つまらないと思う。つまらなくはなくて、そこが心地よかったりするんですよ。それなりにちゃんと楽しんで。楽しんで。人の話を聞いて、面白い話を聞いてるのが楽しい。で、ここの人は、まあ、そのとこで、こう、みんなの、なんか、盛り上がらなくなるから、もうちょっとなんか話そうよとかっていうことを、なんかバランスを見てるんですよね。はい。っていう、まあ、この 3×3 で、9タイプに。9タイプに分類。分類されます。で、タイプ1、タイプ1っていう言い方をするんですよね。はい。で、タイプ1からタイプ9まで、このような形で、表されるものがエニアグラムでございます。はい、では、ざっと流れてしまいましたが、うん、タイプの説明を、タイプの説明をしたいと思います。うん、はい、はい。で、行動、すみません。1からいきます。はい。1からいきます。はい、問題が生じた時の態度が B。B というのは、合理的。合理的。タイプで、理由は行動のスタイルが融和タイプの人の場合は、タイプ1。タイプ1。タイプ1というのは、完璧を求める人。完璧を求める人。まあ、一言で言うと完璧を求める。完璧を求める人。例えば、芸能人とかで言うと、例えば、イチロー選手なんかが、よく挙げられる。はい、うんうん、常に完璧を求める自分の世界があって、うん、っていう、ただこのその人の気質はその人と付き合わないと分からなかったりするんで、あ、その行動が現れていたとしても、例えば、タイプ5の人って結構ストイックなんですね、はい、自分で研究してこうしたらいいんじゃないかっていうのを合理的に突き詰めていくのが好きな人、はいはい、でそうすると同じようにこう、すべてこう管理してやってるけど、中で考えてることは全く違うみたいな。あ、突き動かされてる衝動が違う。衝動が違うみたいな。こっちの人だと完璧を求めてる。なるほど。そう。こっちの人だと、なんかもっとこうしたらいいんじゃないかっていう研究が好きだからやってるみたいな。なるほど。これもいいとか悪いとかっていう話ではなくて、まあこういう特徴ですよ。いいとこもあれば悪いところもありますよ。でそのエニアグラムとしてはその自分がよく陥るパターンを知ってその囚われているものを手放しましょうっていう、でこう健全度っていう概念もあって、はい、健全度が上がれば囚われが全部なくなってくるっていう考え方なんですよね、はい、なので、まあ、よく言 こう悟りを開くみたいな方向へ向かっていくとどのタイプも同じに見えるっていう、そう、完璧、そうか、そうそうそう、もう満ち足りて、満ち足りて、仏様のような、仏様のようになる、すべてを受け入れて、すべて行動して、健全度が上がれば上がるほどタイプの特徴っていうのがどんどんなくなってきて、どのタイプの人でも同じように見えてるっていう、まあ悟りの境地みたいな、難しいけど、まあそこに向かっていく、そうそう、でそれがまあそうすることによっていろいろうまくいきますよっていうのもあるっていう。でタイプ1の常に完璧を求める人の囚われで書いてあったのは怒りです、うん、それはもうあるがままの自分は良い自分のはずがないって思って常に完璧を求めてるでも完璧なものはないない。どこまで行っても完璧じゃないっていうのが自分自身にもあるし周り社会全体みたいなこともあるんで、はい、で基本とらわれが怒りっていうワードなんですかね。でそう常にイライラしてるみたいな。確かに私の周りにいるタイプ1も、うん、基本姿勢がなんかカツ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 なんか、うん、カツ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 なんか愛想やつを指でカツカツやってるような、うん、だからなんかいつも怒ってるっていう感じじゃなくてイライラしてるみたいな、はいはいはい、いうぐらいの感じのことをずっと常にイライラしてるみたいな。まあ、常にイライラはしないとは思うんですけど、その健全度があれば、
自分の頭の中に完璧ができてるから、うん、そうじゃないっていうのに腹立っている。でこう自分のルールがあるんですよね、はい、自分が完璧だって思うルールがあって、それそこから外れたものが完璧じゃないって捉えるんで、人それぞれ考え方は違うじゃないですか。そうで、そこまたエニアグラムの面白いところで、うん、僕も周りはみんな僕だと思ってるんですよ、うんうんうん、みんな僕と同じことを思ってるはずと思ってるのに、うん、やっぱ違うんですよね。違う。っていうのはやっぱりタイプもそれぞれあるしっていうことなんですよね、うん、まあ9通りありますよね。なんでエニアグラムを知るとなぜ人がこういう行動パターンを取っているのかっていうのもなんとなくわかる。なんとなくわかる、はい、だからなんでこの人いつもこんな行動するんだろうっていうのが、あ、この人このタイプだからだなっていうのがちょっと腑に落ちたりとか。そうなんですよね。なんでちょっと人に優しくできる、うん、あんましょうがないからっていうのがエニアグラムでございます。で、問題が生じた時の態度は、うん、楽観的で融和の場合はタイプ 2、タイプ2、よく助ける人っていう言葉で表現されます。これはもう、気質の輝きは愛、はい、いいですねこれもうよく言われるのが、うん、マザーテレサがそうです、うん、もう人のために全てを捧げて助けるみたいな印象、うんうん、有名人で行くと、まあ、マザー・テレサだけど、こう身近で行くとおせっかいなおばちゃんみたいな感じです。あ、自分のことをちょっと脇に置いておいて、うん、置いといて、なんかあれしてる、会った時にこう、あ、なんかちょっと顔色悪いんじゃないのとか、ちゃんとご飯食べてるとかっていう、なんかおせっかいをやってくるおばちゃんみたいな。基本笑顔ベース、笑顔ベース、今度ご飯作っていただけようかみたいないいですね、うちにご飯食べに来るのからみたいな、そこまでいいです、そこまでっていう人いますよね、っていう、はい、まあちょっとおせっかい、身近な人で例えるとそういう感じで、まあそういう有名な人で例えるとマザーテレサ、テレサ、すごい人を捧げて、全てを捧げて、うん、救おうとする、うん、そう。でこの人のタイプ2のとらわれはプライド、うん、実はこれをね、はって感銘を受けたのは、うん、要は自分は他の人のことを愛さないと、うん、自分は愛されないと思っている、うん、し、その自分は大丈夫だから人を心配する、人を心配することで自分は大丈夫だと思っている、うん、自分はしてあげる側としてもらう側がいたらしてあげる側だと思ってるんですよね。もうこの辺がね、すごいエニアグラムの面白いところですよね。だから、で、まあ、そうしないと自分は愛をもらえないって思ってるんです。はい。価値がない。神々しい感じ。光が差してる。神々しい感じがしますね。そう。そういう、なんかまあ、愛を与えないと愛がもらえないって。まあ、これも意識的にじゃなくて無意識で感じてる。から、ついおせっかいになっちゃう。なんで、これはタイプ2の人が、例えば、人に向いているものを自分に向けてあげましょうっていうのが、その、囚われを手放すこと。囚われを、なんか自分には価値がないと思ってるんですよね。何かをしてあげないと私には価値がないと思ってる。だからそれが価値みたいな。何かをしてあげないと価値がないと思ってるから、まあ、そんなことはなくて。抱きしめてあげたい。あなたはそのまま、あるがままで価値があるんだよっていうのを、まあ、自分でこう自覚するというか、あ、自分で価値はあるんだって、やらなくてもって。そうすることで、うん、その先ほどおっしゃってた健全度が上がる。上がるっていう。っていうことですね。で、タイプ3。タイプ3。これは、達成する人。達成する人。タイプ3は、合理的なタイプで、自己主張する人。うん、これは、まあ、よく芸能人でって言われると、うん、例えばその、ホリエモンだったり、ホリエモンだったり、中田のあっちゃん、そうかなって私は思ってたんですけど、うん、すごいですよね。あと、キムタクとか。要は、気質の輝きとしては価値。何事もスマートに合理的に達成して成功する。うん、っていうのがタイプ3。タイプ3。達成する。よく成功する人っていうのはね、
上げられます、うん、なのでこう理想があるんです、まあ、この人も理想があるんですよ。タイプ1と同じ。タイプ1なるほど、はい、だけどタイプ1は自分だけじゃなくて周りの環境、環境自体が理想、理想の環境を作りたいみたいなところなんですよ、はい、でなんでルールを作ってるの。ルールが必要、はい、だから完璧な仕組みが、システムが必要です、はい、この人はみんなよりも上に立ちたい、目立ちたい、上に立つことで必要とされる、うん、俺はお前よりも稼いでるんだみたいな俺はお前よりもかっこいいんだ、秀でているっていうのが価値だと思う。そう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 、だから人から認められたい人なんですよね。すごいねって言われたい。そう。なんでまあ行動はスマートだし、うん、周りから見るとちょっとキラキラして見える。キラキラして見える。でそれもこう全部作ってる。なんであのタイプ3のとらわれはよく、虚栄、これはあのあるがままの自分には価値がないと思って、うん、まあ、タイプと同じようにみんな似てたもんですよね。やっぱり今のままの自分では良くないと思っていて、うんうん、それをどう作ろうとするか、そうそう、なんで良くないか、何が勝ってるかみたいなところですよね。なんで、あ、なるほど、自分はこう上に立ってないととか、そういう成功しないと価値がないみたいなことを思ってる、うん、し、そういう風に見られる、この、うんと、2、3、4の人は、人から見られることが重要なんですよね。フィーリングセンター。フィーリングセンター。先ほど、表で表していたんですけど、この、2、3、4の人は、人から見られる、そう評価されることが重要。と見られるように、無実に行動する。ところなんで、この人は、できる人とか、エリートとか、達成する人、成功する人、みたいなことに、をそう見られたいんですよね。なので虚栄なんですよ。自分を大きく見せてすごいできる人に見せたりとか、で見できるように見せるために頑張ってるみたいな。人を蹴落としてでも、蹴落としてでもとか、そう、まあ虚栄でいくと、そうなんかいいスーツ着てとか、嘘でもいいんです。嘘でもいい。でそこにこうギャップがあるから、そこを埋めようと頑張るんで。まあ、成功しようとは。あ、常に頑張ってはいる。頑張ってはいるっていう。で、その頑張るのも、まあ、合理タイプなんで、人の気持ちとか全く関係ない。でもまあ、合理的なんですよね。ちゃんとできている。だから、あの人が死のうが関係ないんです。自分が成功するためなら。っていう、だから、詐欺師とかも、このタイプ3とかが、よく多いと。多いと。言われている、ゆえんでございます。はい。で、タイプ4、タイプ4、個性を求める、個性を求める人。反応的タイプで有利タイプ、うん、反応で有利。そう、人から見られたいのに離れたい。あ、なんか矛盾、矛盾、急に矛盾を感じますね。そう、だから離れてアピールしたりする。よく言うじゃないですか。いや、なのでよくあの、うん、言われるのは、まあ、美意識とか、そうそう、美っていうワードがよく挙げられるじゃないですか。だからこう、なんかの作品とかを作って自分じゃないところでこう注目をとか、よく芸能人に挙げられるのは、例えば三輪明宏さんですとか、沢田研二さんとか、うん、もう見るからになんか美にこだわってるっていうのが、うん、だから喋らなくても特別な存在感、特別な存在感を出すみたいな芸術家ですとかが多いって言われます、うん、はい、でこれで、はい、僕はあの人ここが深いなって思うのは、うん、いや、この人も他のタイプと同じように、うん、その自分の存在には意味がないと思って、うん、で、自分が特別でなければ、うん、特別でなければ、特別でなければ、人と違うことをしなければ、人と違うことをしなければって思うことで、うん、その自分を保とうとしている、うん、っていうところが、なかなかその業が深いというか、うん、さあ、寂しいなっていうのが感じるところが、はい、で、あの、まあ、エニアグラムというのは、うん、そうすることで、それを手放す。手放す。僕も周りに4の人がいないんで、よくわかんないですけどね。目的なので、もしか、その、自分が特別じゃなければ、と思っているのであれば、うん、いや、そうじゃないんだよ、うん、っていうのを知ることがエニアグラム。っていう理解が正しいですかね。なんて書いてありますか？
あ、でもそんなようなことです、はい、書いてあるのは、うん、要は成長の方向を知ると、うん、この4番の成長の方向は、1番4難しいです。いないんですよね、周りに4番、うん、僕もいないです、まあ、多分出てこないですよ、表に出てこない。あ、引いてるからなんですかね。引いてるから僕の周りにはいなくて、うん、ちょっとまあ、いつのこういう場にも多分あんまり来ないんじゃないかな。軽々しくじゃあ言わずにタイプ5タイプ5、合理的で有利、合理で有利がタイプ5、うん、これは観察する人もよく言われます。気質の輝きや知も見た感じでもうよく僕の中では学者タイプみたいな、もうずっと勉強しててっていうのが僕の中のイメージのタイプ。まあでもそんなイメージです。よく芸能人とかではタモリさんとかタイプ5と言われます。あと坂本龍一とかが言われますよと。そうなんですね。で、とらわれは溜め込み、うん、もうそんだけ勉強してるのに、うん、自分は無力で無能なのでは、うん、と思っているので、うん、基本どんだけ勉強しても次から次へと知識を溜め込んでいくっていうのが大変なので、すごいストイックにずっと勉強してるとか。発表しないんですか、その何自分がやってる素晴らしい研究成果を発表しない。発表しない、人に提供すると失うと思ってるなるほど。ので、僕の友達、はい、友人、はい、でタイプ5の人は本当にこうこれをやるって言ったらブログを毎日書き続けてで、しかも成果が上がらないブログを毎日ずーっとひたすら2年ぐらい書き続けて、やっと成果が出てきたみたいな。あ、成し遂げた。成し遂げた。っていう、まあ普通の人だったら心折れそうなところでも、ストイックにずーっと、そんなことは関係なく溜め込むことが重要みたいな。よくなんか改革者って言われるのは、多分まあ突破していくんですかね。それで、コツ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 やることで。うん、まあ、溜め込んでるアイディアとかも多いんじゃないですかね。なるほど、うん、なので僕こういろいろ話をすると理論的な話がバーって返ってきます。これはこうした方がいいんじゃないかみたいな、まあ、それがスイッチが入ると止まらなくなるんです。なんでエニアグラムは自分のパターンを知ることで手放すことが目的、うん、くどいようですけどそうこれを忘れちゃダメです。僕はよく、はい、あ、来ました。とうとう。タイプ6。タイプ6。信頼を求める人。うん、これは、自分のこと。自分のことですね。反応で、融和のタイプがタイプ6でございます。うん、よく日本人が、うん、日本人はタイプ6の国だと言われるのは、うん、要はその、チームワーク、協調性、うん、みんなでやろうよ、うん。みんなでやればうまくいくじゃん。っていうようなことを思っているのがタイプ6だと言われている。ぽい、はい、ぽいタイプ6、はい、ぽい国。そうですね。で、トラガレは不安です、うん、私がこの動画の中で毎回不安です不安ですと言っているのは私のトラガレだったんです。なんでこの人は常に先のことを思って、うん、バクとした不安を掲げているんです、うん、で、自力では生存できないのではと思って何か大きなものを、そう、すがれるものを探して、知識だったり、まあ、組織だったり、人だったりっていうのを求めて勉強して行動して勉強して行動してっていうことをこっち行って不安になってこっち行って不安になってっていうのを繰り返しているのが私タイプ6でございます。でも不安が大きいですよね。不安が大きいですよね。なんで私がよく
隊長に、うん、AI が来て仕事がなくなるかもしれないんですよ、うん、ってこうやって今みたいにこうやって詰め寄っていくといやそんなことないですよ大丈夫ですよ AI なんて使いこなせばいいんですよパッてねそうでそういうそうみんな不安に思ってるわけではないっていう、はい、で私はこの動画でもそうなんですけど、うん、みんなが不安と思っているだろうなと思って、うん、皆さんの不安を解消させるためにやってるんですと思ってたんですけど、うん、みんなそんなに不安だと思ってなかったそう、はい、まあ他のタイプ他のタイプ特によく挙げられる3の人はよく言われるのは多分タイプ3の人は未来のことを思って不安になると思ってないと思いますよ、うん、未来のことを思って楽しくそれを達成するためにこなしていくタイプ3の人は多分今どう人にどう見られてるかの方が多分100倍重要あ先のこと先の不安じゃないんです先の不安じゃないこの人たち過去の人たち過去の経験とかっていうところに多様性もうよくこの動画で挙げる多様性ですいろんな考え方があるっていうのもエニアグラムで私は僕本当みんなはみんなだと思ってたんですよ僕というみんなみんなは僕と同じことを思っている違いないほとんどの人は、はい、みんな不安なんだろうってAI が来てみんな不安なんだろうと思ってたんです、まあ、それこそ9割ぐらいの人が不安だと思ってたので毎回動画では不安っていうようなキーワードを挙げてたんですけど、うん、そうじゃなかった9分の1だったそうそんなに不安を感じてない僕はね、まあ、他のタイプにはなったことないんで分かんないですけどそうなんですよ、うん、で、次タイプ7よく熱中する人として挙げられるのが、楽観的で、うん、積極的タイプ、うん、自己主張タイプ自己主張タイプ楽観で自己主張が熱中する人タイプ7でございます。よくこれ分かりやすく芸能人で言うと、例えば、カシアさんまさんだとか、ドラゴンボールの孫悟空だとか、本にも出てくるんですけど、要はその、楽しいもの、楽しいもの。なので、気質の輝きは喜びとあるんですが、もうあっち行くと楽しそう、こっち行くと楽しそうと言って、好奇心旺盛なタイプっていう理解でいいですかね。そういう理解で。で、とらわれは貪欲、うん、常に新しいものに行くんですけども、自分は新しいものが手に入っても満たされないと思っている。現状に満足してないって話なんですよね。言い方かっこいいですかね。まあ言い方言い方かっこいいですよね、うん、なので今あるものでは、まあ、今あるものよりももっと楽しいものが世の中にあるんじゃないか。だからこう目の前のことを楽しめないみたいな。楽しくないんですね。目の前のことがね。そんな楽しくないもん。すでに。もうあっちが気になるみたいな。この棒の深さ。そう。そんなタイプ。で、その手放すものとしては、うん、いやもうちゃんと今あるものをやりましょうよっていうのが、タイプ7のとらわれの手放すこと。多分5なんで。そうです、だいぶ生徒の方向が熟知、それをちゃんと熟知しましょうみたいなことなんですかね、うんうん、やり遂げるだから途中にもかかわらず、あっちの方がいいかもってこう行っちゃうみたいな。楽しくなるから、もう楽しくないですね。もう手に入った瞬間楽しくないって言いますからね。語呂が深い。そうなので次のものって、だから他から見てると、よそから見てると、あすごいな、あれもこれもみたいな。あ、うん、私自分はじめタイプ7でした、うん、テストでやるとでしたタイプ7でした。自己主張で楽観的に、うんうん、俺じゃんと思ったんですけど、うん、不安は そんなに不安は多分ないんですよね。まあでも今あるものじゃ不安っていうのはあると思うんですよね。なるほど、うん、もっといいものがちょっと難しいところですよね、うん、それもよく思考センターって言われる、うん、タイプの人たちは
基本不安がある。不安があるので食べ込むし、不安があるので組織に、まあ、大きなものに帰属して従おうとする、うん、そこで忠実に働こうとする、うん、寂しい寂しくないですよ。寂しい、業が深い。で、大変なのは新しい話の求め、うんうん、常に未来を見てる人です。そういうとかっこいいで、タイプ8というのは、反応的タイプで合理じゃない自己主張タイプがタイプ8。よく、まあ、分かりやすく芸能人には、まあ、お亡くなりになった星野仙一さんですとか、うん、あの和田アキ子さんですとか、うん、まあ、ボス的な俺についてこう、うん、力が全てだな、うん、力強いタイプ。力強いタイプ。で、来るものには、来るものには、もう守ってやると。うん、俺が全力で守ってやる、うん。以外は敵じゃ。敵じゃ。みたいな、理解が正しいですかね。うん、なので、なんかそういうことを思ってるって言います。この人は敵か味方か。厳しいですね、急に。って考えてるって言ってます。まあ、初の人いらっしゃる。初の人。だから、こいつは敵か味方か、みたいな。そんなことない。うちの親父とかが初。あ、敵か味方かな。敵か味方。だから家族は味方。そう。で、敵だって、敵だって判断した瞬間、攻撃を開始するみたいな。でもまあ、僕もタイプ8とか、ピンとくる人とかいるんですけど、うん、僕とはタイプ6なので、楽なんですよ。取り入れるのがすごい楽なんです。うん、OK したなぁ言う通りにしようっていう感じになるので、うん、すっごい考えられます。あ、そう。タイプ8の人は、そういう人が好きです。僕、めっちゃ考えられます。得意です、取り入れるの。僕、苦手です。あ、でも、うん、あの、タイプ6として、うん、なんか言うんでしょう。ちょっと違うかと思うと、うん、反抗しちゃうんです。タイプ6が。タイプ6が。あの、反抗にしてしまうと、一気に嫌われることもあります。あ、そう。なんか、まあ、うちの親父の例でいくと、ちょっと口答えすると、口答えするなって怒るんですよね。言いたいことあったら何でも言え、みたいなこと言っときながら、言うと口答えするなって。難しい。難しい。なんで、トラバリは欲望なんです。コントロールされるのを良しとしないんですね。コントロールされたくない。自分がコントロールするもの。するもの。なので、もしかコントロールしたいっていう欲求が出てくると、まあ、それを手放すときなんですかね。そのタイプ8の成長の方法がタイプ2だと。愛するです。本当は優しいんですよね。タイプ8は。本当、まあ、人情的ですよね。うちの親とかもこう。なんか温かい、なん、そう、なんかちょっと前に、なんか日本一周を自転車でする中学生とかいるじゃないですか、高校生とか、ああいう子を見ると、うちへ来い、連れてきてご飯食べさせてやるからとか、なんか銭湯でも行くかみたいな、ちょっと荷っぽいです、そうそう、なので、こう、まあそういう部分はある。そう、なんかちょっと健全度が高くなると荷っぽくなるみたいな。そう、エニアグラムは自分のタイプにはまり込むんじゃなくて手放すのが目的なんですよね。うん、もう何度目でも言います、これは。今、これは私に対して言ってます。手放しましょう。不安を手放しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。で、タイプ9でございます。はい、タイプ9は、楽観的タイプで有利。なので、うん、平和を好む人。よく、分かりやすく芸能人では、例えば、笑福亭鶴瓶さんとか、南海キャンディーズのしずちゃんなんかがよくタイプ9だと言われています。このタイプ9ってよく、どこか分かりにくいですよね。どうぞ、そのタイプ9だと思われる体調。分かりにくいですよね。でも、何なんでしょう。求めるものとしては、平和を好む人。気質の輝きも平和なんですけども、うん、平和を求めるという
平和、まあ、世界平和みたいなことを例えるなら違います。自分の周りの平和、自分の周りの平和なので、まあ、平和もこう人と人との平和もあるし、はい、自分の中の心の葛藤みたいな、はい、のも避けたい。なるほど。この快適さを求めると、うん、快適な環境を作るってよく言われてますけど、うん、はい、居心地のいいところでを作りたい。でもみんな多分それ見てね、そう思ってますよね。まあ、思ってないことはないと思うんですよね。ああ、うん、それも不安が大きいじゃないですか。多分そう、確かに。それみんな多分、そうだ、そうだ、僕も不安がないわけではない。そうだ、でも僕別に、快適のことはそんなに考えないことはないです。それ快適であればいいけど、そうですね。それよりもこっちの不安なことの方が、確かにそうです。多分そういう感じですよ。で、快適でいたい。で、まあ、意識はしてないですけどね。結構、穏やかに見えるタイプはタイプ9だな。っていう風に、ニコニコしてるのはタイプ2、穏やかな感じがタイプ9みたいな感じで、だからこう多分にこやかなんですよね、楽観タイプは。あ、楽観タイプで言うと2、7、9。なるほど。こういつも怒ってないというかニコニコしてる。で、タイプ2の人はこう行くじゃないですか、はい、おせっかいしに。はいはいはい。だけどこの人は離れてニコニコしてるだけ。あ、なるほど。そう、自ら積極的に自己主張していく感じでもない。そう。なので、まあそのほのぼのした感じ、ニコニコした感じです。うんうん。って見守ってる感じ。そうそうそう。っていうなんか一点弱点のない感じに見えるタイプ9にも、とらわれ怠惰っていうのがあって。僕本人はあと周りの人と問題がなければうまくいくと思っているから、よくなんかその人の意見を受け入れちゃう、受け入れる、まあ自分が我慢すればいいって思ってるんで、タイプ8っていると要求がすごいんですよ。で全部受け入れてくるからしんどくなるってところですよね。ここの平和だ、あ、なるほど、快適な空間だって、こことの葛藤を避けるために受け入れるんですけど、受け入れたところで、受け入れたところにまた葛藤が始まって平和じゃなくなるみたいな。っていう矛盾が。だからこう、怠惰っていうのも、快適な空間を変えたくない。よくなんか、頑固ことなんて言われます。だから頑固、そう。快適な空間を作ってしまうと、それを変えたくないんですよ。快適だから。ああ、なるほど。だけど、もっと良くするためには、こうしたらいいとかっていうのはあるじゃないですか。本当あるはずです。あるはずですよね。完璧になんてないんだ。そうか。そうですよ。完璧なんてないです。なので、本当はこう、もうちょっとこうした方がいいとか。なので、タイプ Q の成長の方向は、そうそうそう、タイプ3。目標を決めて、そこに合理的に動きましょう。進んでいきましょう。面白いですよ。はい。面白いですよ。僕この人になんか興奮してますけど、これが動画で伝わればいいなと思います。またエニアグラムの折を見て、折を見て、まあ、詳しいことはこの本に。すみません。あっちゃんがやってましたね。うん、基本この9つの性格タイプ、エニアグラムでわかる。本当の自分と人付き合いの極意というものをもとに表を作ったりして話をしております。なので、まあ、これを読むとね、わかりますが、面白い。はい、で、基本、エニアグラムというのは、例えば私は、はじめタイプ7だったんですね。うん、で、タイプ5にもなったんです。うん、タイプ4にもなったことがあるんです。うん、ウェブの僕も適正検査5とか4とか、まあ有利は多分確定してるんですよね。この辺なったことはあります。なったことはありますっていうか、なってはないですけど、診断するとそう診断結果が出たり。私タイプ3にもなってたんです。でよく言われるのがタイプ6はいろんなもの出れる。
まあ、一番分かりにくい迷ったらタイプ6みたいな、日本人っぽい。そう、まあ大体の人は診断すると違うって。で、今お医者さんタイプ6だからって自覚しているんですけども、それも分からないんですよね、本当は。まだ、まあ、探っていきましょう、常に探っていきましょうっていうのがいろいろだし、そこに何なら6なんだって安心しちゃダメなんですよね。安心、まあ6だからしょうがないって思って思うんじゃなくて、まあ不安の人はいいかもしれない。まあいい、不安だけでもいい。あ、そうなんですよ。僕はあるところで言われた、あなたから不安はなくなりませんっていう言葉に、そうなんだ。僕はずっと不安なんだって逆に安心するみたいなのもありますし、安心できればいいんじゃないですかね。まあ、なんかこういう怠惰みたいなのが抜けていかないといけない感じがするじゃないですか。そうです。僕もこれ、まあ、早く手間出さなきゃと思いますけど、ね、うん、はい、そう。だから、まあ、タイプ2、怠惰、しょうがないよねって、何もしないくなるのは良くない。良くないってことですね。で、まあ、この本にもありますけども、各タイプともに成長の報告というのがあって、うんうん、私はタイプ9が、成長の方法です、うん、常にこの体調に不安を投げかけてください。大丈夫だよ、大丈夫だよって言われて安心して帰るっていうのを繰り返していきますけど、うん、はい、このエニアグラム、まあ、私からすると不安解決の一助になるのではないかと、はい、まあ、思っております、はい、ミッションクリアでございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。